はい、ガレージライフの高橋直樹です。もうずっとガソリンが高いっていう状況が続いて、少しでも燃費を良くしたいなと思っている方いらっしゃると思いますけれども、そこで燃費を良くするということは、車を軽くすれば燃費が良くなるということで、給油するときにガソリンを満タンにせずに少しだけ入れて走るということが効果があるのかどうかというお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。物価高でね、あまり高くないものでももう本当どうしようかなって考えちゃうぐらいの時代なんですけど、ガソリンとか軽油とかもですね、本当に高い状態になっております。そうなるとね、車に乗ってる方は少しでもランニングコストを抑えたいなと思いますよね。そういうことで、まあ冒頭でもお話ししましたけれど、まあ車ってね、軽いと燃費がいいとされております。まあ身近なところでいきますと、トランクに重い荷物を積みっぱなしにしないとというのはね、よく知られてる方法なんですけれども、これと同じ考えで燃料満タンにせずに走った方が燃費が良くなるという意見も聞いたことないでしょうかね。で、これご質問にいただいてるんですけど、この燃料ってどれくらい変わるんですかって、燃費、これについてお話ししていきたいと思います。でですね、まあ確かに、そうですね、例えば灯油なんかを買いに行ってポリタンクに入れてね、こう持ったりするとすごく重いじゃないですか。まあ18リットル、まあ20リットルぐらいだとしましょう。まあそれを持った時にあれだけ重いんで、だいたい普通車で60リットルとか入るとすれば、ポリタンクが3つ分ぐらい入ってるわけですよ。そうなると、あれだけ重いものがね、半分減るんだから、やっぱり燃費良くなるんじゃないかって思うのは当然だと思います。じゃあどれくらい変わるのかというお話です。はい。で、おっしゃる通り、軽い方が燃費がいいというのは、これは正解なんですよ。ただどれくらいっていうところに行くと、これ意外と意外なんですよ。実はですね、このガソリンとか軽油っていうのは水よりも軽いんですね。ガソリンの比重がだいたい 0.5 前後なんですよ。で、軽油が 0.8 ぐらいなんですね。まあそう考えると、軽から乗用車くらいのタンクから行くと、だいたい30リットルから60リットルっていうところですよね。そこでガソリンを満タンに入れましたといった場合、まあ、さっきの計算からいくと、だいたい22キロから44キロぐらいですね。半分ぐらいにして走ろうと思った時に、そこで得られる軽量化っていうのが20キロ程度なんですね。そうすると、まあ20キロというと目に見えて良くなったっていう感覚はないと思います。体感できるレベルではないと思います。その20キロ軽くした分の軽量化っていうのは、車全体で考えるとどれくらいかというと、わずか 1% から 2% くらいなんです。1% から 2% って言うと、ほとんど誤差とは言いませんけれども、それくらいなので、まあそれよりエコ運転を心がけた方がもうはるかに燃費がいいです。例えば急発進をしないというところですね。アクセルをじわりじわりと踏んでいくとか、ベタ踏みして離す、ベタ踏みして離すとかではなく、緩やかなアクセルワークを心がけると、まあそういった方がね、もう全然燃費がいいんですよね。1%、2% っていうところでいくと、1円玉貯金を貯金箱いっぱいにすると、例えば1万円になるとか、まあそれぐらいコツ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 そういうことをしていけば、数年という単位で考えると、いくらかは変わってくるかもしれませんけれども、実際ね、体感できるかっていうとそうじゃないかなっていうところですよね。もう最近の車に関してはですね、燃費っていうところがですね、メーカーもしっかり意識しているところなので、空気抵抗をできるだけ減らすようなボディに仕上げるとか、少しでも効率よく無駄なく作って車自体を軽くするとか、まあそういった企業の努力はあるんですけれど、そこからユーザーが使用するっていう過程になると、ガソリンを例えば半分に入れても 1% から 2% ぐらいということになりますね。ただこれからの季節です。ガソリンタンクを半分にしている方のデメリットの方が非常に大きいかなと思います。これはですね、ちょっと命にも関わることになってきます。これから冬のレジャーにお出かけする方は、僕の住んでるような本当に豪雪地帯っていうのは、年に 1,2 回くらい本当に危ないなっていうことが起きるんですよ。っていうのも、ホワイトアウトが起きてしまって全く前が見えないっていう状況の中で、車が前に全然進めないという状態にもなることがあります。そういう時に燃料が車にいくら入っているのかっていうことがですね、これは命に関わってくることなんですね。吹雪とかホワイトアウトじゃなくても、交通障害で しばらく止まっていなきゃいけないっていう大渋滞が発生したとします。もう何時間も動けないっていうことになってしまうと、エンジンさえ始動できていれば車の室内は温風が効くので、これでなんとかなりますけれども、そこで燃料がもう切れちゃったとしたら、極寒の中で過ごさなきゃいけないっていうことになると、命の危険にもさらされますし、あとそういった渋滞の中で
で自分の車がもし燃料が切れて前に進めないということになれば、さらにその渋滞を誘発してしまいます。あまり雪が降る地域でない方が、まあ、そういった豪雪地帯のところにレジャーに行くということになった場合にはですね、常に燃料満タンにしておくぐらいの備えは心がけてほしいなと思います。これは本当に毎年自分が経験していることですし、やはりニュースにもなるんですね、その立ち往生で残念なことになってしまったっていう、ニュースもありますので、ガソリンを半分ぐらいで走るのではなく、逆に半分ぐらいになったら満タンに給油すると、まあ、そういった備えをねしておいてもらいたいなと思います。PHEV は別なんですけど、完全な電気自動車となれば燃料ね蓄えるってことはできませんから、まあ、そういった方々はねちょっと防寒グッズをいろいろ入れておくというのがいいかもしれません。毛布とか回路とかをしっかりと備えておく、それくらい準備をしていただければなと思います。はい、ということでね、燃料を少し抑えて走ると燃費がいいのかというお話だったんですけれども、体感できるレベルの結果は得られないということと、極寒の地域では何があるかわからないので、逆に常に満タンにしておくぐらいの備えが必要だというお話でした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。